今から私空海と共に旅に出るのは時間に追われる毎日で次第に笑顔を失ってしまった彼女。お遍路の旅でどのように変わるのか。それではよーい。そんなに急がなくても。おっと、三本前での一礼は忘れなく。あー、ここでも時間を気にして。お接待所でゆっくり休みましょうか。休まないんですね。前しか見てない模様です。御朱印はちゃっかりいただき、やはり気になる時間。もう次に行くんですか。あ、これ私です。もう行っちゃうんですね。そんなに早く唱えなくても。もっと大切なことあると思いますよ。綺麗な景色とか見ながら。おじいちゃん、これでも歩いてるんですって。綺麗な梅の花ですね。おお、いい匂いですね。あれ、あれれれれ。お、お遍路さんじゃないですか。あれ、拾ってあげましょう。ありがとうございます。ありがとうっていい言葉ですよね。あれ、あれれれれ。待って、早い、待って。薬王寺はそっちじゃないですよ。迷ってしまいましたね。お遍路さん、この後ろ姿は国さんじゃないですか。お遍路道はな、あっちやぞ。全然ご飯食べてなかったからですよ。なんや、腹減っとんか。これでも食うか。ラッキーって断るんかい。これも食べるか。早速食うとるやないかい。意地を張りすぎですよ。だからみんなでご飯食べるけん、一緒に来いだ。おお、やっと休める。やっぱりみんなで食べるご飯は最高ですよね。ね。あれ、あれれれ。なんだ、ええ顔しような、お前。翌朝。ほら、頑張るよ。国さん、本当にお世話になりました。いいこと書くじゃないですか。ん？時計を外しますか？おー、そうですよ。さあ、あなたもお遍路の旅に出ませんか？きっと何かが変わるはずですよ。